そう来ると思っていた。バックワームだけ。足だけは奪った。キュース隊ベイルアウト。アズマ隊が土壇場で追加点を取った。やった。そしてショッピングモールを脱出。ここからどうします？タイムアップ狙いますか？即ベイルアウトすか？そうだな、向こうの出方次第だな。地下に爆撃させろ。アズマ隊の二人は足が削れている。今なら逃げながらの狙撃はできない。一発撃てばアズマなら退却の判断を下すだろう。分かった。メテオラ。潮時だ。退却だ。了解っす。あと東隊の2人が自発的にベイルアウト。